ソ二十522五百522は、ユーゴスラビアの底社で1950年代に開発された複座の軍用練習機、軽攻撃機である。ソ五百522は、ゼムンのイカルス社で、ユーゴスラビア人技術者のショシタリッチ、マリアノビッチ、チュリッチにより設計され、試作初号機が1955年2月に初飛行を行った。この試作機が初期の成功を収めると量産は、 モスタルの底舎へ移された。生産は1961年まで続き、総計110機が製造された。そこ522は1978年に退役するまで、ユーゴスラビア空軍の初等練習機として使用された。軍務から退役した後にそこ522は、ユーゴスラビア国内と国外の多くの飛行クラブで使用されたが、元ユーゴスラビアの諸国には、 飛行可能な機体は残されていない。数機が国外の個人オーナーに売却され、現在も飛行している。そこ522の現在の価格は10万 US ドルと推定される。飛行可能なそこ522の1機がフランスに、もう1機が米国に現存する。別のもう1機も、ディキシーウィングコメモラティブエアホースに所属していたが、 緊急の胴体着陸をしたため現在は修理のために飛行停止となっている。そこ522は1960年代、1970年代にユーゴスラビアで撮影された数多くの戦争映画で幅広く活用され有名になった。フォッケウルフ FW190 を思わせる外観のためにドイツ空軍機を演じた。 出演した著名な映画にはアカデミー賞候補となったユーゴスラビア映画のネレトバの戦いやクリント・イーストウッド主演の戦略大作戦がある。ありがとうございます。